こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの、ドラムの演奏の音量バランスの話ですね。この間やっぱりこういろいろ演奏を見に行ったんですけど、こうセッションやってる時に皆さんがすごくなりがちな音量バランスがですね、まあビッグバンドのなんかこう、まあ、ちょっと質問とかもあって音源見せてもらうと、キメの部分とかね、ここはめちゃくちゃでかいんですよ。だからここだけすごいこう、キメとかはやったことあるけど、だからここはもうフォルテッシモで叩いちゃうのね。で、レガートがみんなこれぐらいで叩くから、そうするとそこだけ大きくなってレガートに戻るとゼロになっちゃうみたいな。だからビッグバンドのそれまではこうやってやってるのに、こういう音量バランスの人が非常に多いですね。で、僕はまああのレガートってすごくこう振りかぶるようにしてて、これはあのブログの方には詳細欄にこういろんな人のレガートを載せとこうと思ってるんですけど、もうエルヴィン・ジョーンズとかこれぐらい振りかぶますね。もうここに当たるぐらい、レガートの先がこれぐらいに行くぐらいまで、メル・ルイスとか意外とあのこう優しそうな感じするんですけど、スティックやっぱこれぐらい上がるんですね。要は45度とかやっぱ上がってるんですよ。でみんなこうシンバルレガートの時は相当ちっちゃく叩くんですけど、シンバルレガート こそで、例えばカンファーメーションのタッタッタラのとこをみんな、こうなっちゃうとここでバーって上げたのに急にこうメロディー叩くになるとガクンと下がっちゃうので、ここはタンワンツースリータンタンタラン、もうこれぐらい、タンタンタラン、タラバラン、タラバ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 ラ、これぐらいですね。あ、ここがすごいスイングするというか、ここの音量がレガートの音量がこれが、まあ、10だとするとコンピングって言われるスネアとかバスドラの音量っていうのはだいたい3とか2とかぐらいの音量バランスがいいですね。僕はだいぶ20代ぐらいの頃かな、20代後半か30代ぐらいの時に高橋慎之介くんがねラブリーに来て飛び入りしてくれたんだけど、彼のスティックがもうこれぐらいまで上がってて、なんて素晴らしいんだと思ってね、レガートこうそうか、レガートがこんなに大事だっていうのは、あ、そうなんだっていうふうに思ったことがあります。だからまだ自分がプロじゃなかった頃にライブこう見に行くね、まあ、機会があっていっぱい見に行ったんだけど、でアメリカにはこう IAJE って昔あったんですけどね、その教育機関みたいなね、そういうのがあって一日中いい人の演奏が見れるんですよ。リチャード・モナが来てたりとかね、まあ、ハンコックが来てたりとかですね、エディ・ゴメスでドラマがジャック・ディジョネットの演奏もあったし、そうチック・コリアのトリオですねっていうのもあったし、もう本当にいろんなバンドがもう間近で見れて、でもうその時のニューヨークの若手のバンドとかもいっぱいあって、で何が違うんだ、もう明らかに違う何かがあると思って一日中見てて、一日10時間ぐらいこうライブを見て、それを4日間ぐらい過ごすんですけど、何かが違うって、やっぱりレガートの振りかぶり具合とか、レガートに対するこうその思いというか、レガートっていうのがもうベースになってるんだな、これがもうここがベースで、その上手な8ビートの叩き方っていうのをまあ僕は出してるんですけど、その中でこう ドラムっていうのはこのロックの場合はバスドラとスネアでリズム刻むんですよ。なのでここでビート出すからこれはしっかり音量出すんですけど、ジャズの場合はレガートなんです。これはあくまでもこのレガートの要は10としたら3ぐらいで、お話に相手のお話のうなずきをしたりするやつ。だからみんなこうなる。やってることはすごくいいんだけど、ちゃんと相手の音も聞こえたりするんだけど、でもだんだんこの音量が大きくなると相手の音が聞こえなくなって、もう自己完結になってしまってみたいになりがちです。なのでレガートだけ、レガートって結構振りかぶってもうるさくない。
ここで聞いてるとそのうるさい感じがするんですけど、バンド全体で聞くと結構振りかぶってちょうどいいぐらいなんですよ。特にビッグバンドなんかだったら16人をこのレガートだけで引っ張るわけだから、ものすごくこのこれって大事なんですね。これが10としてで、キメとかになってくると全体でこのスニアとか、こうこのここでセクションやってるのとレガートが同じぐらいの音量になるようなバランス組み合いをしないとうまくいかないって感じですね。ここら辺がかなり皆さん苦手だったなというふうには感じましたので、今回ちょっとまとめてみました。というわけで、ジャズらしい音量のバランスっていうのはシンバルレガートがもうとにかくまあこうまあ基準で、シンバルレガートがどんどんどんまた上がって、これ10でシンバルレガートが15とかになってくると、このこっちのセクションも15に合わせていく。でコンピングっていうのは10に対して2、3ぐらいから、まあ実際にこの10に近づいてセクションなんか近づいてくることあるけど、レガートっていうのがメインになってるっていう形が、非常に好ましいと思いますので、そんな感じでこれ振りかぶり、音量っていうのは高さで決めるんで、レガートここまで10で振りかぶってたら左手はこれぐらいの音量で演奏すればいい。でだんだん盛り上がってきたら、だんだん盛り上げていくっていうふうに考えてもらえばいいかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。